偏愛してやまないもの、焼き鯖寿司。焼き鯖寿司ね、僕も好きなんだよね。僕の偏愛してやまないものは焼き鯖寿司です。駅伝屋で、売ってるやつです。新幹線の時は必ず買います。出張の唯一の楽しみです。行きも帰りも買います。朝でも昼でも夜でも食べます。でかい何時だろうと食べます。どこ行くかでも食べます。ご当地駅弁に脇目も必ず焼き鯖寿司です。見つからないと泣きたくなります。旅の満足度6割はこれで決まります。あなたの大事なのは全然大事ですが、全然違います。一つだけ食べます。一つだけ食べます。一つだけ食べます。絶対にご覧になってほしいです。春からしておくなさあ、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 さ基本駅弁でしかないのが残念。でもそのレアな感じもまた魅力なのかも。アイラブ鯖寿司。いいねこの、はい、石田慎也さん。これ読んでると本当鯖寿司の愛が本当伝わるよね。伝わるし、この焼き鯖寿司をちょっと食いたくなるよね。焼き鯖寿司がっていうのが伝わる、ナイスなハガキでしたね。もうだから本当彼に決めました。おお、すげえ。缶と瓶と両方ある。そう。あ、瓶じゃない、ペットボトルか。すごい。あ、おめでとう。あ、ありがとうございます。本当に焼き鯖寿司食べたくなったから。本当に。本当に。あ、ちょっとごめんなさい。あの状況が飲み込めちゃったので。わざわざすいません。いや、本当に。はい、本当に。2時間かけてきたから。このためだけに。このためだけ。うわ、なんか本当、群馬ですいません、本当に。